まさかの。ぜひ皆さんレッドカーペットの方に注目してください。はい、そちらを通って今ヒカキンさんとテイキンさんがステージの上に上がってまいります。かっこいいな、衣装がかっこいい、かっこいい、そろってかっこいい。さあみんな大きな歓声でお出迎えください。さあみんな、あかっこいい、かっこいい、あヒカキンさん、テイキンさんさあということで、このままステージの上に上がってきていただきましょう。はい、素敵ですね。本当皆さん驚かれたと思いますが、はい、そうなんです、今回クリエイターの方々にはレッドカーペットを歩いて登場していただきたいと思います。はい、いや本当に会場のお客さんはクリエイターを間近に見れて嬉しいかもですが、うん、まあ、僕らはね、まあ、普通に登場するってことで、うん、そうですね、僕らもね、はい、だからね、MC 皆さんね、ぜひ盛り上がってくださいね。はい、はいはい、お願いいたします。さあそれでは、はい、ヒカキンさんとセイキンさんには早速ですがライブパフォーマンスを披露していただきたいと思います。はい、実はですね、今回の YouTube ファンフェスでなんと初披露となる新曲、楽曲でございます。おー、初披露、初披露、ぜひお見逃しなくご堪能ください。それではヒカキン&セイキンで夢。果てしなく続く空、その先にあるもの、誰も見たこともない世界へと走れ。解き放って今選ぶ。
ありがとうございました。ありがとうございました。ヒカキンさん、セイキンさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、もう一度大きな拍手を。ありがとうございます。盛り上がりました。ありがとうございます。では、ぜひどうぞこちらにお越しください。いやー、かっこいいですね。じゃあ改めて挨拶お願いしてもいいでしょうか。はいはい、ハロー YouTube。 どうもヒカキン&セイキンです。嬉しいですね。ということで、今回のステージで披露していただいた夢という楽曲は、この YouTube ファンフェスで初披露ということなんですよね。そうなんですよね。そうなんですね。もう今までそんなこと一回もしたことなかったんでね、初めての試みで、まだミュージックビデオも公開してないんです。そうですね、まだされてないんですよね。はい、いやまだ初めてね、みんな聞いたと思うんですけど、はい、でも本当レアですよね、ここに入れたみんなは。いや、本当にこんな大きな会場でやらせていただいて嬉しく思います。嬉しいです、本当に。ありがとうございます。そしてヒカキンさんは先ほど発表させていただいた、トップトレンド動画トップ10に、はい、今年も見事ランクインしていましたね。いや、ありがとうございます。いや、まさかね、このこれ今年だっけっていうね。確かに結構前なんで、いや、でもこれすごい僕も思い出に残ってるんで、受賞できて嬉しいです。今日ヒカキンさんは来てますかね。いや、来てるのかな、わかんない。来てどうだろう、来てる可能性はある。そしてセイキンさん、1年振り返っていかがでしたでしょうか。そうですね、なんかもう本当にあっという間で、はい、もう1年経ったかっていう感じなんですけど、まあ僕マイペースに楽しくやらせていただいてます。体調にはお気をつけてくださいね。体調は元気にします。はい、ありがとうございます。そしてお二人は今年、民放各社の番組も多数出演される大活躍でしたね。確かにすごかった。ありがとうございます。やっぱりミュージックステーション、これどうでした。思い出深かったんじゃないでしょうかね。まあね、ちょっと舞台裏とかがそうそうたるメンツなんで。そうですね。で、今年もね、出るので。今年も実は出るんですよね。はい、ね、年末、年末出るんです。おー、すごい。じゃあこれはみんなチェックですね。はい、ぜひご覧ください。楽しみにしたいと思います。はい、そしてもちろん動画も引き続き楽しみにしたいと思います。はい、はい、ヒカキンさんとセイキンさん、本当にどうもありがとうございました。今一度お気なしを。ありがとうございます。ありがとうございました。See you next time.